イタリアで話題の暗殺者のパスタ、手に入りやすいトマト缶とケチャップで作っていきます。鍋にケチャップ、水、砂糖、醤油、コンソメを入れて火にかけてスープを作ります。ニンニクは包丁の背で潰し、鷹の爪はヘタを切って種を取ります。フライパンにオリーブオイル、ニンニク、鷹の爪を弱火で熱し、ニンニクの香りが出たらスパゲッティを加えます。強めの中火にして転がしながら全面に焦げ目をつけていきます。焦げてきたと思ったら火元からフライパンを離してください。ニンニクと鷹の爪は焦げやすいので、焦げて苦みが出る前に取り出しましょう。中火にしてトマト缶を加え、絡めながら水分を飛ばして浸るくらいのスープの量を加えます。スープが少なくなったらその都度追加しながら加熱してください。トマトは加熱すると酸味が飛んでまろやかになるので、しっかり加熱するといいですよ。スープは全量使い切りましょう。最後は黒胡椒を振って完成です。香ばしい。